いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はカサゴを解説いたします。カサゴ釣りは日本各地の沿岸で手軽に楽しめます。食べても美味しいことから狙う魚としても人気が高く、様々な釣り方が可能です。ルアー釣り初心者の方にもおすすめなターゲットで、身近なフィールドでお手軽に釣りやすい魚です。カサゴ釣りで釣りの基本を覚えて、そこからいろんなターゲットにステップアップしていくのもおすすめです。今回の動画でカサゴの特徴からどのような釣り方があるかなどを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。重要なポイントは次の6つになります。日本全国幅広く分布。浅場は黒く、深場は赤い。産卵期は12月から2月。傘をかぶっているように見える。根掛かりを考慮した仕掛け。釣ったらすぐクーラー。日本全国幅広く分布について。カサゴ分類、カサゴ目、フサカサゴ科、カサゴ属、別名ガシラ、アラカブ、アカメバル。カサゴが属するフサカサゴ科は50属300種ほどからなる大きなグループで、釣りの対象魚としても人気のメバルやムラソイなど数多くの魚種を含みます。カサゴにはアヤメカサゴやイズカサゴ、ウッカリカサゴなどなかなか見分けがつかない禁煙種が多いです。アヤメカサゴは黄色いまだら模様で比較的容易に判別することができますが、特にうっかりカサゴはその名が示す通り、うっかりカサゴと間違えてしまうほど判別が難しいです。うっかりカサゴは1978年ソ連の学会誌に新種として発表されたもので、その後魚類学者である阿部時春氏が、日本の魚類学者もうっかりして新種と気づかなかったとこの和名が付けられました。本種は北海道南部より南、東シナ海と幅広く分布しています。浅場は黒く、深場は赤いについて。カサゴで特徴的なのは頭部のトゲで、鼻、目の前、上、後ろ、耳、額、そして頭と頭頂に一対ずつのトゲがあります。アヤメカサゴにはこれらのトゲに加えて目の下の方にもトゲがあります。体色は個体や生活環境による変異が大きく、濃い褐色から赤みを帯びたものまで様々です。一般に浅場にいるものは黒っぽく、深場になるほど赤っぽくなると言われています。海の深いところでは赤い光が届かないので、赤っぽい色が保護色となるためと考えられています。またカサゴの胸びれの付け根付近にある暗色斑はうっかりカサゴと判別する一つの手立てとなります。産卵期は12月から2月について、沿岸の岩礁帯に潜み、主に夜行性で日没後に餌を取ります。成魚は甲殻類やハゼ、トラギスなどの小魚、さらにはヒザラガイやフジツボまで食べます。0歳の未成魚は網やタモ類も捕食します。大部分が2歳、 15cm から 16cm で成魚になり、メスは11月から12月に成熟します。抱卵数は2歳で1万粒程度ですが、4歳から5歳になると7万粒ほどと非常に多くなります。体内で受精する卵胎性で、オスが成熟する10月から11月初旬に交尾し、メスの卵が成熟する11月頃に受精します。稚魚は12月から2月に約15日間隔で3回から4回にわたって生まれ、20ミリメートル近くに成長すると浮遊生活から定性生活に移行します。成魚は体長20センチメートルほど、最大で30センチメートルほどにまで成長します。カサゴは縄張りを持つことでも知られており、激しく縄張り争いをする光景も観察されています。しかし放浪性の個体や定住するものの縄張りを持たない個体など様々な性質を持ち、行動の異なる個体が混在します。なお、うっかりカサゴとアヤメカサゴはカサゴより深いところに生息しています。傘をかぶっているように見えるについて、カサゴの地方名は近畿・四国ではガシラ・ガシ、熊本・鹿児島ではアラカブ・ガラカブ・ガブ、岡山ではアカメバル・アカチン、宮崎ではガガラ・ホゴというように非常に多彩です。漢字ではカサゴ、もしくはカサゴと書き、前者は頭部が大きく、カ
傘をかぶっているように見えるところから、後者はかさぶたができたようなところから来ています。また、地方名の頭とは、頭が大きい魚というところから付けられたと言われます。カサゴは武骨でいかにも勇ましい面構えをしているところから、江戸時代には端午の節句の祝い魚として用いられました。また、佐渡島では魔除けとしてカサゴの干物を軒先に吊るしたと言います。反面、カサゴをマイナスイメージに捉えた話もあります。一つは、磯のカサゴは口ばかりということわざです。これは、カサゴは大きな口に対して食べる部分が少ない、つまり口先ばかりで実行力がないことを意味します。また、寛政の末、カサゴが江戸に出回ったが味が良くなかったことから、愚か者を意味するアンポンタンと呼ばれたこともあったといいます。加えて、その面構えから、面洗わず、顔を洗っていないとも呼ばれたりしてました。根掛かりを考慮した仕掛けについて、カサゴは堤防や磯回り、ゴロタバなどの岩礁帯に生息しているので、根掛かり、海底の障害物に針、重りが引っかかるに考慮した仕掛けや釣り方が必要です。また、沖の深い根や沿岸でも岸からは届かないポイント、魚のいる場所は船釣りで狙います。探り釣り、岩礁や防波堤の隙間に餌を落とし込んだり、軽く投げて海底を探りながら釣る方法です。ポイントを広く探るには、4.2 メートルから5.3 メートルの長さのある磯竿が有利です。また、足元を狙う場合は、6フィートから7フィートのルアーロッドが使いやすいです。仕掛けは道糸、竿、リールから来るメインの糸に、ブラクリ、重りと釣り針が一体で着色したものなどをつけたシンプルなものですが、ひらひらとアクションしながら沈下するブラーなどの短冊型重りを使うとアピール度がアップします。餌は青いソメやサンマの切り身などが一般的です。ポイントに仕掛けを投入し、できるだけ海底近くまで落とし込んでいくのが基本です。当たり、魚が食いついた信号があったら即合わせ、魚の口に針をかけてカサゴを根、海底にある岩場から引き離しましょう。ルアー釣り、海底をじっくり探るならワームのテキサスリグが一番です。ワームは上下動で誘える北系とスイミングで使うシャット系を用意しましょう。カサゴの餌となる小魚が多い状況ではミノープラグも効果的です。ルアー釣りにつきましては別の動画で詳しく解説いたします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。投げ込み釣り、磯や岩礁の多い堤防などでは投げ込み釣りも人気です。岩礁帯は根掛かりが多いので、胴付き仕掛けで餌、針がそこを離れるようにして、重りは捨て糸、切れてもいいように重りの上に結ぶ細めの糸で接続しておきます。餌は磯目類やイカの短冊などを使います。またサンマの短冊の塩漬けも食いがいいです。仕掛けを投入したら置き竿で当たりを待ち、当たりがあったら確実に合わせます。魚がかかったら根に入られないように一気に巻き上げるのがコツです。船釣り、カサゴは船釣りでも人気の魚です。竿や仕掛けは各船宿で推奨するものがあります。胴付き仕掛けで狙うのが一般的です。メバルほど根から浮き上がってこないので、きちんと底を取る、重りを海底まで沈めることがカサゴの釣り方のポイントです。根掛かりを嫌がって仕掛けをそこから離しすぎると釣果が上がりません。釣ったらすぐクーラーについて、一年中美味しく食べられる魚ですが、旬は冬から春、身は引き締まって癖のない上品な味わいです。ただし鮮度が落ちるのが早いので、釣ったらすぐに締めてクーラーボックスなどに入れて鮮度を落とさないようにしましょう。また頭や背びれのトゲが鋭いので、さばくときに手を怪我しないように気をつけましょう。どんな料理にも合いますが、刺身にすると取れる身が少なくなってしまいます。ブイヤベースや味噌汁など汁物にすると出汁が出て美味しくいただけます。小型の魚は唐揚げや煮付けにするのがおすすめです。二度揚げすれば骨も食べることができます。また煮付けで残った骨やゼラチン質の部分に熱湯を注ぐと美味しいスープが取れます。今回のまとめです。日本全国幅広く分布。浅場は黒く、深
深場は赤い。産卵期は12月から2月。傘をかぶっているように見える。根掛かりを考慮した仕掛け。釣ったらすぐクーラー。今回の授業は以上となります。カサゴの授業がカサゴ釣りにおけるチョーカーアップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて、Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。